1月1日の京セラドーム大阪ですが、普通に日々が流れております。今からちょっとビーズショップが1月1日営業してるということなんで行ってきたいなと思います。やはりね、迫力すごいですね、京セラドーム大阪。ぜひ今年はここで日本一を。もう11時になってね、はい、こちらのビジョンの方ももう今映ってますね。だいぶ来ております。11時さあ、はい、ね、なんか手染め式とかそういうのになっていきますよね。どんな感じなんでしょうか。袋はまだ後日なんで、はい、店内に入ってきました。あれが来ない。新しい帽子、帽子がね、新しいから。いや、さっきの金が新年欲しい。来た。はい、エクサ正月のね、これです。多分もう一瞬やな。一瞬した、ね。あの帽子のちゃんとこう。はい、これはね、今シーズンからの新しい帽子です。すごいね、なんか横にこのロゴマークが入ってる。かっこいいです。そして君らしい、ハッピーニューイヤー。はい、もうほんとね、日本一になったんだなって感じですね。やっぱり買っちゃうっていうですね、結果になりました。いや、初の買い物はやはりビーズショップにしましたね。はい、素晴らしい。1月1日からやっております。福袋は1月の7日からです。ちょっとだいぶ遅いですけどね。まず私は3日に BL に行きます。もうこのね、正隆さん、しかもすごい、ここでさ、伏見もいるじゃん。伏見選手もいるから、もうすごい、ビドルもいねえしな。すごいですね。これめっちゃレアっすよ。この全員で勝つ。伏見さんも、正隆さんもみんないる。これあれっすね、張り替えてますね。色が元に戻ってる。前回ね、撮った時なんかめっちゃ、日光で色あせてる感すごかったけど、1月1日も結構来ますね。オリックス人気球団になったな。はい、そして日本チャンピオンのロゴも、いや、めちゃくちゃかっこいいね、マジ最高っすね。年明けそばを食べに参りました。花京大将亭さんです。
きましょう。花京さんの店内はもうどんどんパワーアップしてますね。ハーフェスのタオルも。ではですね、道南駅から帰りたいなと思います。はい、ではオリックス2023年もチャンピオンになってくれ、頼むぞ。